はいどうも、白熊先生です、えー。今回もですね、気になるニュースについて解説、考察をしていきます。よかったら、ラジオ的な感覚でお楽しみくださいと、えー。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうとですね、えー、2回目のジャニーズ記者会見において、ジュリーさんの手紙が代読されましたよね。で、その中で、ジュリーさんはメリーさんのですね、支配下にあった、洗脳状態にあったと。ね、えー、いわゆるその関係性も完全にね、えー、その、 終わっていてですね、全くですね、情報が降りてこなかったんだよということをね発言されたわけなんですね。はい。で、実際ですね、今回、メリーさんってどんな人だったのかってことをですね、2015年くらいにですね、文春さんがですね、取材しに行ってるんですね。で、その場でですね、なんとメリーさんはですね、そのめちゃくちゃブチ切れてですね、5時間にわたって公開説教を行ったわけなんですね。で、さらに公開静縮を行いました。はい。粛清か、公開粛清を行いました。で、それは何かというと、当時ですね、その、 ジャニーズ内には、ジュリー派閥とですね、飯島派閥っていう二つの派閥があったんですね。この二つの派閥についてメリーさんがブチギレたという件があります。今回は、えー、この派閥関係とは何だったのか、なぜメリーさんがブチギレたのか、そしてメリーさんのですね、ジュリーさんに対する愛情ですね。この辺についてですね、いろいろ話の方をしていこうかなというふうに思っております。はい。 え、まずなんですけども、2回目の記者会見で、ジュリーさんの手紙が代読されました。その中で、ジュリーさんはこう言ってるんですね。20代の時から私は時々過酷うようになり、倒れるようになりましたと、当時は病名はなかったので、今ではパニック障害だということなんですね。はい。で、いわゆる、その、それはメリーさんに支配され続けてきたということですね。私が従順な時、彼女はすごく優しいのですが、私が少しでも彼女と違う意見を言うと、気が狂ってように怒,る怒り、叩きつぶすようなことを平気でする人でした。というふうに言ってるんですね。うん。が手紙の中で言 ってこととととは何かってていうとメリーさんとの関係性を破綻していたとだからこそ自分が結局ね、そのジャニー喜多川さんが性加害をしていたということを知らなかったというのはですね、そういうことが理由なんだよと。メリーさんともジュリー、えー、ジャニー喜多川さんとも関係性が終わっているからこそ情報が降りてこないんだよと。だから私は知らなかったんだっていうですね、まあ、知らないことを正当化するような、まあ、そんな感じのね、文章になっていたわけなんですね。はいで。実際ですね、じゃあメリーさんはジュリーさんを愛していなかったのかっていうと、そんなことないんですよね。はい。で、それがこの文春さんがですね、えー、2015年くらいに にねえー、メリーさんにですねまあ取材を申し込んだんですけどもその場でですねそれが分かるわけなんですね。はいえー、これ何かとというと ま、そもそもですね、当時、文春さんはですね、なぜですね、えー、取材をしに行ったのかというとですね、このメリーさんの中、メリーさんがですね、えー、その、ジャニーズ事務所内にですね、飯島さん派とですね、ジュリーさん派のですね、二つの派閥があるということですね、まあ、ここから全てがね、スタートするわけなんですね。はい。まあ、ジュリー派閥というのはですね、まあ、いわゆるわかりやすく、メリーさんの娘であるジュリーさんですよね。はい。だからこそ権力を持っている派閥側だと。はい。いわゆるその、嵐さんとか、トキオさんとかをですね、ジュリーさんは、えー、なんていうんですか、その、まあ、世に出したという にされていますで対して飯島さんですね。はい、でこの飯島さんということは何かというと、いわゆるそのジャニーズ内にいる普通の社員の方なんですけども、めちゃくちゃですね優秀な社員さんというふうに言われてるんですよね。まあ、代表作と言いますか、代表グループでいうと、SMAP だったりとかします、はいで。ちなみになんですけども、その後ですね、SMAP は解散してですね、新しい地図としてですね、一部のメンバーがジャニーズを出てですね、新しい地図っていうグループ作ったじゃないですか、実はそのですね、グループの社長さんがこの飯島さんなわけなんですよね。はいそうつまり ジュリーさんとの派閥争いに負けた結果ジャニーズを去ってですね、SMAP の、ね、一部のメンバーたちと一緒に新しい地図を作ったとっいう流れがですね、まあ、後々で,す、ね、できていくわけなんですね。はい で、文春さんはですね、ちょっと話戻しますけども、当時2015年くらいにですね、メリーさんに取材を申し込んだっていう話なんですね。はい。で、そこで何を聞きたかったかっていうと、もうこれは一つしかないんですね。それは何かというと、事務所の後継者問題についてメリーさんはどう考えているのかと。もうこれについてだけ質問したかったんですね。ジュリーさんなのか、果たして飯島さんなのかというね。はい。ジュリー派なのか飯島派なのかというですね、まあそういう話になっていると。うん。で、えー、そんな中でなんですけども、うん。 ね、えー、実際にですね、じゃあね、えー、当時のね、旧ジャニーズ事務所というとこがあって、そこでですね、インタビューが始まったわけなんですよね。はい。なんですけども、実際メリーさんが入ってきたらですね、そこからはですね、インタビューもクソもなく、なんと5時間にわたるですね、大説教がですね、なんと始まったわけなんですよね。はい、大説教。うん。 はい。で、えー、ジュリーさんはで、え、メリーさんはですね、なんていう風に言ったかっていうとですね、えー、ジュリー以外に誰かが派閥を作っているという話は耳に入っていません。もしうちの事務所に派閥があるなら、それは私の管理不足です。事実なら許せないことですし、あなた方にそう思わせていたとしたら、飯島を注意します。今日飯島を辞めさせますよ、えー。仕事の大事なことってそういうことだからっていう風にですね、急に言い出すんですね。はい。 すごいですね。もしそれが本当だったら、飯島をもう今日辞めさせてるわ、とね。うん。すごいですね。もういきなり暴走しますよ。はい。で、さらにですね、そこでですね、記者も予想外の行動に出たらしいんですね。なんと、そこにいた別の社員にですね、ちょっと飯島呼んでくれない今い、飯島呼んで、どこに行くか知らないっていうふうに言って、なんと飯島さんをですね、その場に呼んで、釈明させようとした,したらしいんですよね。はい。で、ここからですね、まさにその公開粛清の、えー、ね、幕が開けたっていう感じらしいんですね。はい。えー、その場に同席していたですね、別の社員さんがですね、もういろんなところに連絡してですね、すいません、ちょっと 飯島さん今どこにおられましたかちょっと飯島さんですね。メリーさんが今呼んでおりまして、ちょっとちょっとみたいな感じでですね、もうすごい勢いでですね、その飯島さんをとにかくその場に呼ぶためにですね、社員さんがもうバタ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 とね、動き始めたらしいんですね。はい。で ま、結局ですね、飯島さんがその後来るんですけど、メリーさんがこんな感じで幕下てるんですね。えー、うちの娘と対立している飯島が派閥が、派閥を作っていると、えー、文春の質問上に書いてあったから、飯島に説教するのは当たり前でしょう。派閥があるとしたら、うちの恥。文春さんだって自分の社内に派閥があったら恥ずかしいと思いませんかあなたたちはうちの会社というものが分かってないんです。うちはジュリーが生まれた時から事務所がちゃんとうまくいくように後継ぎにしなきゃと思っていました。という風に言ってるんですね。はい。だから、メリーさんからすると、もう鼻から後継ぎはジュリーなんだよっていう 感覚なんですね。まあ、だからこそ、その、飯島派閥がいる段階でも許せないと。そんなことはありえないというふうに、まあ、ぶち切れてるわけなんですね。はい。で、さらにこんなことも言ってます。えー、どんな派閥関係があるのかと聞かれても、私には派閥ということ自体がわからない。もっと言うと、ファンには派閥なんて関係ないんです。ファンは事務所じゃなくてタレントについていく。そうじゃなければ、なんで35年間マッチにファンがついているんですかというね、言うわけなんですね。はい。で、えー、こっからですね、うん。 飯島さんがですね、まあ、なんだかんだでやってくるんですね。ちなみに、飯島さんっていうのは皆さんね、女性なんですよ。色の白いほっそりとした女性がやってきたらしいんですね。はい。まさにそのスマップの育ての親でもあるですね、この飯島さんがやってきたわけですね。はい。えー、で、なんですけども、飯島さんはまずですね、部屋に入ってくるなり、まず文春さんに挨拶をしたんですね。おはようございます。はじめまして、飯島と申します。っていう風にね、言ったと。はい。そしたらですね、はい。メリーさんがですね、なんとね、こんなこと言い出すんですね。はい。どうぞ、飯島に取材して、私の対立関係を聞いてください。どういうことで対立しているのか聞いてい。 くださいよっていう,うね言い出すんですよね。はい、これ飯島さんからするとですねかなりたまったもんじゃないですよね。そんなこといきなりさ呼び出されて言われてさって話したわけでね。はい。えー、で飯島さんはね文春さんに対してこう言います。えー、私も大変困ってまして本当に何とかしていでいただきたいなと思っているんです。のびのびとやらせていただいているのでこういう風うに言われてしまってるのかなと思うんですけども私も被害に遭っている立場でそれはジュリーさんもそうだと思いますっていうですね。はい。まあくまで飯島さん自身もですね対立関係なんてないんですよということをね主張するわけなんですね。はい。 で、えー、ただそこに関してですね、文春さんもやっぱ負けてないんですよね。はい。嵐とスマップの、ね、共演が少ないということに関しては、これどういうことなんですかっていうふうにオズオズと聞いたんですね。はい。そう、スマップは飯島さん派で、嵐はジュリーさん派なんですね。当時、派閥が違うですね、グループっていうのはなかなか共演しないということが当たり前にあったんで、そこにですね、文春さんが切り込んだんですね。はい。そしたらですね、あの、またメリーさんがブチ切れるわけなんですね。うん。 だって踊れないじゃないとね。だって共演しようにもうスマップは踊れないじゃないですか。あなたタレントを見ていて踊りの違いがわからないんですかそれでそういうことをお書きになったら失礼よ。スマップは踊れる子たちから見れば踊れませんっていうふうにですね。はい。で、ここからですね、メリーさんは火がついてしまって、飯島さんおよびスマップを徹底的に否定していくんですね。はい。えー、この人、かっこ飯島ですね。まあ、この人で飯島さんの方ですね。この人はスマップが長すぎているのかもしれませんね。悪いけれど私、飯島に踊りを踊れる子を預けれないもの。文春さんがはっきり聞いてるんだから、 対立するなら、スマップを連れて行って、今日からも出て行ってもらう。あなたはやめなさいっていう風に言うんですね。はい。飯島なんて偉そうに派閥なんて言ってるけど、派閥の子の名前を言ってごらん。もしジュリーと飯島が問題になってるんだったら、私はジュリーを残します。自分の子だから、飯島をやめさせます。それしかないっていう風にですね。はい。すごいですね。飯島さんのところが、その飯島さんが育ててきたスマップさえもあそこまで否定してですね。だったら出てけとまで言うんですね。はい。まあ、そんなこと言っておいて、結局ね、スマップさんが出てくってなったらですね、あんだけね、あの、それを阻止してですね。 よ最終的にそれを振り切って一部のスナップメンバーと飯島さんがですね出て行った時はですね圧力かけてですねテレビから追い出しといてねは <laughs> いそんなこと言っといてさよくねまあ言いますよねって話なわけなんですよねうん。 はい。で、さらにですね、メイリーさんのブチ入れは続きます。うちのトップはマッチです。スマップじゃありません。失礼なことを書かないでください。って言うんですね。はい。でも、飯島さんはその間ずっと下を向いてですね、黙っていた状態だったらしいんですね。そしたらさらに飯島さんにこう言います。飯島、うちのトップは誰っていうふうにですね、はい。まさに踏み絵ですね、これね。はい。ね。隔離騎士さんに対してやってた踏み絵みたいなね。はい。みたいなことを言い出すわけですよ。そしたらですね、飯島さんはですね、下を向いたままで,ですね、間髪を入れてですね、小さい声で、近藤正彦です。というふうに言ったらしいんですね。はい。 で、文春さんは当時のことを振り返ってこう言ってます。えー、この時の肩を落とした飯島氏の姿が忘れられない。大勢の前でプライドを踏みにじ,踏みにじられ、蝶が腹渡が逃げくり返る思いだったに違いないと。はい。という風うに言ってるわけなんですね。うん。 で、まさに、このですね、5時間にわたるですね、その、飯島さんに対する公開、ね、粛清、説教が終わった、わずか数年後にですね、飯島さんはスマップとともにですね、ジャニーズを出ていくという決断をして、あの大騒動に発展していった。いわゆるスマップ大解散騒動に発展していったという話なんですね。はい。だから今思えばなんですけども、あの頃起きたスマップ解散騒動っていうのは、このね、もしかしたら、えー、その、インタビューから、インタビューといいますか、公開説教から全てが始まったのかもしれませんね。うん。飯島さん からするといやこんなこと言われるんだったら分かった。じゃあね。連れてってやめてやるよ。みたいな感じでそこでですね。1個こう自分の中でですね。なんかこう気持ちが固まったみたいな部分はあるのかもしれません。はい、まあ実際問題はですね。その後やめてったわけですね。うん。 やっぱり相当伊島さん的にも許せない部分があったんじゃないかなっていうふうに思います。うん。まあ、えー、で、実際問題はですね、このメリーさんの性格、いわゆるそのジュリーさんがね、手紙で言っていたメリーさんの性格っていうね、そこの点に関して言うと確かにこれ正しいのかもしれませんよね。うん。なんか典型的な、なんかパワハラ気質の毒親そのものっていう感じがしますよね。なんかこう自分が絶対であって権力者であってですね、それを許さないはい。自分のことを否定する人間をですね、徹底的に人格から否定していくみたいな、うん。周りの人からすると ね、本当にごめんこむりたいタイプの上司っていう感じですよね。まあ、ちなみになんですけど、メリーさんってですね、その会社内にあるですね、そのメリーさんのものにはですね、メリー様って書いてあるらしいんですね。はい。これも怖いですよね。普通、様付けするかなって感じなんですね。100ポイズって、メリー社長とかさ、書くんだったらわかるじゃないですか。ね、様って付けますかって話なんですよ。様ってっていうね、王様じゃないんだからさ、王様とか王女様とかそういう時代の話じゃないんだからさ、ってね、絶対王政の時代の話じゃん、みたいなね。様なんて付け出したらっていう話なわけでさ、うん。 だからそういう点から考えてもこのメリーさんのねなんかこのうん。 人間性のダメさって言うんですかねのやっぱり当時から変わってなかったんだろうなって思いますね。だからそう思うとやっぱり飯島さんが一部のスマップのメンバーを連れてですね、出て行ったってことは正しかったのかなっていう気はしますよね。うん。こんだけされてね、やっぱり残るなんてなかなかね、言いたくないですしね。うん。で、その後ね、こんだけね、だったら辞めればいいんじゃないのってね、散々言っといて、結局ね、圧力かけてね、潰そうとするんだから、本当にケツの穴の小さい人間だなっていう風に思いますよね。はい。そんだけ言っといてこれかよっていうね。なんかそういう社長って確かにいますもんね。会社の所長とかでもですよ。 皆さんねお前なんだお前みたいな役立つわな。うちの会社になんていなくねえんだ。やめちまえ。お前なんだバカ野郎は。みたいな感じで、こうパワハラキッスでさ、そういうね、言ってはいけないことを言って、部下をせ、ね、詰めたりするような社長っているじゃないですか。ね。で、それで結局、じゃあ社員がですよ。例えば退職代行とかに依頼したりとかしながら、いや、じゃあわかりました。すいません。私もこの会社辞めさせていただきますってなった瞬間、そしたらそれはそれで切れるんですよね、なんか。おい、お前なんだその責任のない態度は。お前それでも社会人か。そんなんでお前どこでも通用すると思うのか。お前が辞めることなんて俺は認めねえぞ。おい、お前辞めるんだったらわかった。じゃ 損害賠償請求していいいるよよみたいなねことを言い出すすんですよね、はい、あんだけやめろやめろって言ったのんだからさ、ね、やめますって言ったら、よし、分かったやめろ、はい、OK ってさ、やめすりゃいいじゃんって話なわけですよね。あんだけ言っといてやめるってなった瞬間に、おい、どういうことだお前、この野郎やめるってっていうね、もう二重人格かてめえみたいなね、多重人格者なんかっていうね、はい。まあそういうね、めちゃくちゃなことを言い出すね、社長っていますもんね、はい。僕の知り合いの会社でもそういう人いますもん。うん なんか、まあ、だからまさにそういうのがね、メリーさんだったっていうことですね。はい。えー、というわけでですね、今回はこの辺で終わります。この話ですね。ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね。コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。